ストークシティ FC はイングランドストークオントレントに本拠地を置くサッカークラブである。愛称はポッターズ。1888から89シーズンに始まったフットボールリーグにおいて最初の12クラブの一つとして名を連ねた。往年のメインウィングであるスタンリー・マシューズが在籍したことで知られ、キャリアの半分以上を同クラブで過ごした。また、 クラブが獲得した唯一の主要タイトルは1971から72シーズンのフットボールリーグカップであるが、チェルシーとの決勝戦において、好成部を見せた GK のゴードンバンクスは、この年の FWA 年間最優秀選手賞に選ばれた。ホームスタジアムは1997年完成のベッド365スタジアムを使用する。 1878年から1997年までは一世紀以上に、渡って、ビクトリアグラウンドを使用していた。また、2017年のオフに、スタジアム拡張工事が行われた。それにより、ベッド365スタジアムは、今までのキャパシティの27,934人から30,89人となった。1863年にストーク・ランブラーズとして、 創設される。1878年にストークビクトリアクリケットクラブと合併し、ストーク FC に1925年に現在のストークシティ FC に改名した。2007から08シーズンのチャンピオンシップで2位に食い込み、1984から85シーズンの降格以来、23年ぶりに一部昇格を決めた。 プレミアリーグ初シーズンとなった2008から09シーズンの序盤は勝ち点を伸ばすことができず開幕前の広角有力候補の予想通りに回に低迷した。ところが終盤に差し掛かると冬の遺跡シーズンにシェフィールドユナイテッドから獲得したジェームズ・ビーティーの大活躍や残留を争っていたチームから確実にポイントを獲得するなどした結果大方の予想を覆して 残留を決めた。2010から11シーズンには FA カップで決勝に進出、マンチェスターシティ FC に0から1で敗れたが、シティが UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得したため、クラブ初の UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。2013年5月30日、ウェールズ人のマーク・ヒューズが3年契約で監督に就任した。 2013から14シーズンは9位で終え、1974から75シーズンの5位以来の高順位を記録し、2014から15シーズンは勝ち点54で2年連続9位で終えた。チャンピオンシップに降格して迎えた2018から19シーズンは夏の遺跡市場において、選手獲得に5000万ポンド近くを費やしたものの、 シーズン46試合中の22試合が引き分けで、勝ち点を伸ばすことができず、最終的に16位でシーズンを終えた。1試合最多観客動員数、1試合最多観客動員数リーグ最高順位、1試合最多得点勝利試合、1試合最多失点敗戦試合、ディビジョン1、チャンピオンは2部、ディビジョン2は3部。バトランド1バウアー2小クロス17バス14。 ピーテルス3エテボ8ウッズ38アレン4インス7マクレーン11アホベ9中選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づくカッコ内の国旗はその他の保有国籍を星印は EU 県外選手を示す中、選手の国籍表記はフィファの定めた代表資格ルールに基づく中選手の国籍表記は、FIFA、の定めた 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。